ハロー YouTube。 今日はですね、私のツイッターで話題になってる、まあとつどつど話題になるって言った方が正しいかもしれないですけど、大学行くの意味ねえんじゃねえ発言についてですね、クソリプがいっぱい飛ばされてくるんで、それについて簡単に解説したいと思います。大体ね、一番最初に来るのが、堀江お前が大学行ったじゃねえかよみたいなことをよく言われるんですけど、僕が行ったのはですね、今から30年以上前、1991年入学なので、その頃っていうのは、まあ一応インターネットね、アメリカの一部とか日本の本当にごくごく一部にあったにはあったんだけれども、まあ今のようなインターネットの形ではなくですね、インターネットで世界中の人たちがつながれるような時代ではもちろんないし、ウェブサイトもまあないし、SNS もないし、スマホもないっていうような時代なので、インターネット使い物になりませんでした。まあ知的好奇心を満たしながら、本当に、大学レベルのですね、勉強する、あるいはそういったレベルの人たちとつながれる、あるいはそういった知識を持つ、まあ大学教授レベルのですね、知識人とつながる手段っていうのは、本を読んでいても、本のね、作者と会えるわけでもないですし、その人に直接教えを請うわけでも、請えるわけでもないので、大学行ってですね、会うしかなかったわけです。自分と同じ知的レベルでですね、議論し合えるような仲間もですね、今でこそね、SNS とかで簡単につながれますけれども、当時はそういったものもなかったし、オンラインサロンもなかったし、メールマガジンもなかったし、Facebook グループもありませんでした。今はある。今あるので、そういった知的好奇心を満たすだけ、だったら、まあ、本に書いてあるぐらいの内容であればですね、もう今、Kindle で、ね、世界中の本がですね、デジタルでみんな読めますし、世界中の論文がですね、英語読めなくてもですね、DeepL とかで翻訳すればですね、長文の、論文なんかもですね、ほとんど、まあ、日本語で読めるわけですよね。で、もう大体意味わかるわけですよ。原文と日本語が当たればですね、大体中に書いてある内容とかわかるんで、もう手を動かさなくてやれるレベルのことはですね、ほとんどネットで完結するような時代なんですよね。そもそも本読んでわかんねえやつ大学来んなよっていう、大学は高等教育機関なんで、高等教育研究機関なのでですね、そのレベルのやつらが来る必要ないわけですけど、今ね、もうほとんど、その知識レベル、大学のですね、本当に基礎的な知識レベルであればですね、本当に大学行かなくても、ネット上で、入る知識、そしてそこで得られる人脈ですかね、そういったもので得られるような時代になりました。で、なんかね、サークルがどうのこうのとかね、キャンパスライフがなんて言ってますけれども、わざわざ同年代のやつしかいない、しかも未熟なやつですよ。社会にも出てないようなやつらとつるんだところでですね、得られるものは全然少なくて、今やもう SNS で、もうオンラインサロンなんかもありますし、いろんなところでですね、大人たちと会った方が、面白いことやってる大人たちと会った方が全然成長できるし、何より楽しいと思いますね。やはりそのベクトルが違う人たちと無理やり合わせようとしてもですね、多分ストレスの方が多くてですね、人にね、なんかよく学校とか行っててですね、対人恐怖症になったり不登校になったりする人いますけど、それは自分と、まあ合わない人たちと無理やり合わせようとするからそういったことになるんだって、今の時代ね、別にその集団生活なんかできなくても仕事はいくらでもあるし生きていけるので、わざわざそんな集団生活のところに飛び込んでですね、自分の心を病んでいく必要なんかないんじゃないかなっていうふうに思います。で、よく言われるのが、なんかその、大卒だとね、給料が高いとか、言われてましたけれども、それは本当昔の話で、企業側もバカじゃないんで、大学さえ出てりゃ採用するわ、みたいな。大学さえ出てりゃ、給料上げるわ、みたいな。そんな単純な話じゃもちろんなくなってきてまして、それはね、企業側も選別してますよ。だって、大学全入時代とか、エフラン大学なんてね、言葉が出てくるぐらい、大学に入ってですね、勉強の仕方を習うみたいな、アホみたいな世界になっている大卒っていうだけで、それに価値があるなんて、それはバカでも、バカじゃないんだからさ、企業側もバカじゃないんだから、そんなことは思ってませんよ。だから、これから、まあ、ますますね、特に日本のね、企業の、成長率というかですね、競争力、世界的にもですね、なかなか、厳しいことになってくんで、
まあ奨学金をもらってね、それを返済できるっていうふうに思ってたら、それは大間違いでですね、もうエフラン大学なんかもちろんそうなんだけれども、私立のエフラン大学なんかも多分返せるやつの方が多分少ないと思います。だから行くだけ損だよって、僕はだから親切心で言ってるだけであって、もう金の無駄、要は投資した金以上に回収できなかったらその投資意味ないじゃん。そのためだけに大卒の資格が必要なんですみたいなことを言うやつっていうのは単なる自分への言い訳だと思うんだよね。今の時代、もう、高校生ぐらいのレベルの、まあ、年齢であればですね、その年齢的なハンデは、なきに等しいわけですから、インターネットで繋がっていて、ありとあらゆる商売自分でできるようになってるんで、正直、大学に行くぐらいだったら起業した方が全然いいと思いますし、まあ、それは僕は本心から言ってるんで、僕にクソリプ飛ばしてきたところで僕は親切心で言ってるだけなんで、あなたたちのなんかその、行く末をですね、わざとミスリードしてるわけでも何でもなくて、だって一銭にもならねえんだから、なんでそんなこと俺がわざわざツイッターで言わなきゃいけないんだよっていう、そういうことも考えつかないのかなっていうふうに思います。でね、頭がね良くない人は頑張ってもそんなに良くならないんですよ。それは足が遅い人とかスポーツ、僕はそんなスポーツ得意じゃないんで、まあ、頑張っても伸びしろ少ないですもん。だからその伸びしろが少ないことをいくら一生懸命やっても意味がないので、伸びしろが多いところにね、時間を使ってほしいなっていうふうに思います。皆さんね、若い人は特にそうなんだけど、この若さが永遠に続くっていうふうに思ってると思うんだけど、もう一瞬ですからね、20代なんてね。僕ももうね、今年で50歳ですからね、50歳から20代から50歳まで20年ちょっとしかないんです。そんな人生をですね、奨学金の返済に当てたりとか、意味のない大学に、通うことに当てたりとかするのは本当にもったいない。本当にもったいないと思ってるから僕はこういうことを言っております。そしてですね、もう大学の先生って教えるのマジ下手だから。で、大学の先生が教えること、大体大学の先生が書いた本に書いてあるから。だから本を読めばいいんですよ。で、なんかね、大体みんなね、理系の実験がとかね、研究機関がどうのこうのとか言うんだけど、今多分ね、企業とかの方が全然、そういった、設備だったりとか、持ってるとこ多いよね。例えばさ、DMM.make みたいなさ、そういうシェアオフィスみたいなところも出てきてたりとかするんで、すべてをカバーするわけじゃないけれども、公的な研究施設だったりとかも別に、例えばそこの自治体の住民であればですね、安く借りれたりとか実際してますよね。我々もロケット作ってますけれども、ロケットの実験設備とか、まあ民間企業で全部用意したりとか、あるいはそういった公的機関のですね、施設を使わせてもらったりとかもしております。だから昔と違ってね、もう本当にだから、そういったアカデミックな世界でずっと生きてきますみたいな人は別なんだけど、ほとんどの人たちだって、就職予備校だと思って入ってるわけでしょ。で、昔の大学ってやっぱり少なかったし、定員が少なかったんで、入るのすごい大変だったし、今より人口多かったから、僕の時代なんかは。倍率もすごい高くて、本当のエリートの人が入る、大学ってそういうもんだったんですよ。なのにもかかわらず、大学に入ってるとプレミアがつくと思った人たちが、大学を出るっていうプレミア、出るっていうプレミアをつけるために行くようになって、そのニーズを取り込もうとした私立大学が私学助成金をもらいながらですね、金儲けに走るっていうところのカモになってるわけですよ。そこにまた、利率が低い、奨学金制度みたいなものを作ってですね、みんなでですね、その学生をカモにして大学に行くことは尊いことなんだみたいな、そういうイメージ付けをされて、それのカモにまんまとされてるっていう状況ですよね。それを僕が指摘したらキーってなってるっていうのが、現状なんじゃないかなと思います。だから例えばマイホームの35年ローンとかですね、マイカーを買うとかですね、本当にね、政府とか、そういった、民間企業のですね、成功した大企業のですね、カモになってるだけであると、いうことをですね、私は本当に老婆心から、親切心から言っております。本当に今、高校生ぐらいの年齢だったらですね、大学に行かないこともですね、
視野に入れてやった方が、まあ、人生トータルで得になると思いますよと。まあ、僕は得になるようなアドバイスをこうやって無料でしてるわけですけれども、わざわざ僕はあなたたちをミスリードしてどうなるんですかって話なんですよね。ということで僕はそんな性格悪くないんで、真面目に大学に行く意味はないというふうに断言しておきますということで、いってらっしゃい。雑談アプリでは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題、そして動画も見放題ということで、いってらっしゃい。